はい、いつも動画ご覧いただきありがとうございます。今日もめちゃくちゃ寒いです、寒気が日本中を覆ってるみたいで、まあ、ガレージで作業できるようなレベルでないので、こんな今何をするかといったら、私の好きな大好きな工具屋さん、まあ、徳島工具屋さん行ったらアストロツールしかないので、とりあえずアストロツールさんに買いたいものがあるので、それをまあ寒くて作業できない家に、行くっていうガレージライフなんですけど、買い物ライフちょっと違う動画になっちゃうんですけど、とりあえず今日前回サニトラにモンキーを載せるっていう動画作ったんですけど、それでこのタイヤのタイヤ止めをつけて、それで3点で縛ってちょっと近所走ったんですけど、ちょっと3点ではやっぱりちょっと前がずれるので遠く行くのは怖いかなと思って、それアストロツールさんので買った商品だったので、もう同じで揃えたいなと思って4本とも、それで今アストロさんの方に向かってます。そんな感じで今日はとりあえず寒くて、今日も寒くて作業ができないので、こんな日はちょっとアストロさんに行ってます。それでやっぱり旧車もすんごくサニトラとかいいんですけど、やっぱこのレクサス偉いです。寒い日は背中もポカポカするし、ハンドルもポカポカ、これハンドルもポカポカしてます。こんな感じで背中もポカポカしてすごい快適です。そんな感じでとりあえず買い物行ってきます。それで帰ってきてちょっとまた夕方というか昼日なんかポカポカしたら何か作業もやっていきたいと思います。とりあえず、パーツを調達に行きます。はい、こんな感じで、アストロさんで買い物してきました。荷造りの紐もありまして、ちょうど良かったです。それと最近ちょっと鉄を加工するのに、ハマり始めてるので、音がギーンってサンダーとかで、切ってる時に音がするので、それをちょっと耳を塞ぐやつとか、まあ欲しいものが全部あったので良かったです。でいつもアストロさんは安いです。今日お支払いは
まあいろいろ買ったんですけど3000円弱ということで、まあこんな感じで今からちょっとね、あと仕事で使うフィルムがいるので、今から江南さんの方に買い物行って、そんで帰っていきたいと思います。今日はもう寒すぎて、今雪もちらりほらりとやってるので、こんな今本当に車乗って走って必要なものを買い揃えるというのにちょうどかなと思ってます。それでまた明日もまたもっと寒波が来るということで、これどないなるんかなとかって思ってます。そんな感じです。とりあえず江南さんの方に向かいます。はい、こんな感じで今日は買い物1日ブラブラということで、動画になりました。ゆるい動画、また今日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。またもうちょっと気候がよく、まあ数日でこの寒波なくなると思うんで、そしたらまたバイクで走ったりとか、またサニトライジクったりとか、まあいろいろ鏡面とか塗装とかやりたいこといっぱいありますので、またそれを、作業して、動画にしていきたいと思います。こんな感じで今日も動画最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いできれば幸いです。それとあのいいねとか高評価大好きなので、よろしければお願いいたします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、ありがとうございました。